明日みんな休み？明日みんな休み。みんな休み。よし。じゃあ、も気をつけて。これ片付けなくて大丈夫ですか？大丈夫だ。よし。いいよ。片付ける気は最後。あれですけど。ミシシッピ川アマゾン川キッ、うん、道頓堀ナイル川で、監督の最後なかないですか、ね、俺ないよ俺も使い果たした。いや、めっちゃ頭いいんだよ。まあ、これで低評価がお前ドキンのほうが集まりでしょ。ドキンよ。タイトルどうしますか。え、タイトルどうしますか。今のいや、イケメン4大、イケメン、イケメン4大 F4、 イケメン四天王で青森の F4。 青森の四天王でいいんじゃないですか。青森ちょっと弱いな。日本の四天王北東北アジア。じゃあそれでまあ低評価まあ1000ぐらい低評価もらえるように言えるなぜ。おい、来いよ、出てこい、出てこいよ。来るわ、これアドメイテム抑えとけ、抑えとけ、この低評価。バイバイ。大丈夫だよ、低評価つけねえから。帰って、低評価って言えば低評価つけねえんだよ。逆に、逆に高評価、低評価お願いします。低評価お願いし、うん、それが逆にあの低評価につながらないっていう。あ、そういうもんだよ。クソばっかりだから。あ、低評価つけるやつとかコメントし、あのクソコメントしてるやつは本当ろくでもないやつだから。言ってる人に低評価きそうじゃないですか。まあ、ワーに低評価は別にどうでもいいんだけど。まあ、一応あの YouTube の動画をアップロードしてるのは私じゃないので、上にいるので、上層部が、上層部いるので、私はもう やむなくこうやって撮ってるだけであって、カメラマン、本当カメラマンっていう感じで、専属カメラマン的だ、なのでね。まあ別にどうでもいい話なんだけどな。低評価、雇用がどうでもいいんだ。まあとりあえず、まあ来年も頑張ろうということで。じゃあお疲れ様です。あ、お疲れ様。鍋美味しかったです。あ、鍋いいね。一人1000円でこれぐらい食えれば、ね、全然いいね。本郷だけ離れて全然映ってないけど。うん、まあそういう感じで最後終わろうかな。じゃあ、来年の期待の4人を。うん。なんか…カシャッ。まあ、ということで、どうも、ありがとう。お疲れ様でした。今日はどうも。まあ、どこここに行ってるクソをやろうもいるけど、よく来てくれたよ。あ、お邪魔しました。パンダはいいから、パンダはいいから。抑えとけ、この低評価。バイバイ。